農家。農家とは、第一次産業である農業を家業としている世帯や、その家屋のこと。農民、百姓などとも言う。農家の定義は、時代や地域によって変わってくる。本校では、現代における農業労働者あるいは組織について、記述する。日本史における農業労働者については、百姓を、西洋史における農民、ペザントについては、 農民を参照されたい。農家とは、農業、農耕によって、生計を立てている人、あるいはその家庭、共同体のことである。狩猟最終民であった人類が農耕を発明したことで誕生し、爆発的な人口増加により増え続け、有志以来の人類の大半がある時代までは、農業従事者だった。現代では工業化社会へ移行して農業が機械化され、 少ない農業従事者でも工作が行えるようになっため、その数を減らしている。一般に、先進国では総人口の数パーセントに過ぎない農家が他の人々のための食料を生産している。とはいえ世界全体で見れば、家族や、それに近い単位での農業は依然として重要な存在であり、国際連合食料農業機関、FAO などは2019年に、 家族農業の10年をスタートさせた。日本の農林水産省の用語解説によると、農家は販売農家と自給的農家がある。販売農家は以下のように分類、定義されている。明治時代から第二次世界大戦の勃発までの日本は一貫して、専業農家の数が、兼業農家の数を圧倒していたが、戦後、兼業農家の比率が増加し始めた。 専業農家と兼業農家の数がほぼ同数になった1950年を境目にして兼業農家の比率が増加し続け、以後、日本では兼業農家の数が専業農家の数を圧倒するという構図を維持したまま現在に至っている。例えば、農林水産省統計部による2015年の統計では販売農家133万個のうちに3に相当する88.7万個が

それ以外の農家を自給的農家という。販売農家の中には農家構成員の就業状況に応じた修行農家と副業的農家という文もある。農家が栽培する植物のことを農産物または農作物という。分類は農林水産省大臣官房統計部経営、構造統計化センサス統計室農林業センサス統計第一般に基づく。 1995年の農業センサスにより、従来の分類を以下のように改めた。大橋隆則編著日本の階級構成、岩波新書、1971年114から115ページによると、農業を経営する主体としては、途上国におけるプランテーションや旧社会主義国における集団農場、コルホーズやソフホーズなど、など、例外もあるが、 世界的に家族が主流となっている。こうした背景があるため、農業を経営する主体を指して使われる、農業経営体、農業経営者、農業者といった故障も、それが家族によって担われている農家を想定している場合が多い。日本の場合、第二次世界大戦後に実施された農地改革が現在の農家のあり方を大きく規定しており、 農家が今日の姿に至るまでの変化を捉えようとした場合の一応の出発点とみなしうる。こうした俗面を強調する場合は戦後自作農という呼称が用いられる。この戦後自作農が戦前のような小作農へと転落することを防止することが戦後の農業政策の主要な目的の一つであった。そのため、 農地に関する制度を中心として農家を保護する政策が取られる一方で家族以外が農業経営体となることには様々な制限が加えられてきた。しかしこうした制限は徐々に緩和され、まず有限会社や農業共同組合法に基づく農事組合法人などの形態で農家が法人化することが認められ、最近では特区によって株式会社の農業への参入が 認められている地域もある。なお、節税などの目的で法人化した場合でも、経営の内実が家族経営と同等とみなしうる場合も多く、通常はこれらも農家と呼ばれている。農業経営体としての農家の特徴は、農業経営を行う主体と家計の単位となる、主体が身分離であることである。農業経済学や農業経営学においては、このことが 経営体としての農家の発展を阻害しているという考え方が主流であり、主要な研究テーマとなってきた。農業政策においても、基本的には家族を主要な担い手と想定しつつ、その発展を図ることが意図されてきた。1961年に制定された農業基本法では、こうした考え方を反映し、農耕間の所得格差が拡大したことを背景として、 自立経営の育成が目標として掲げられた。これは規模拡大や機械化など農業近代化の方向での経営の発展を目指したものであったが、近年では消費者ニーズの多様化、農産物価格の下落、低迷傾向、資材、燃料等の値上がり等によるコスト増加、食品の安全性、環境への配慮など農業経営体が考慮すべき課題は多様化している。 農業基本法に代わって1999年に制定された食料、農業、農村基本法では自立経営の育成という文言に代わって効率的かつ安定的な農業経営という表現で育成すべき農業経営体のありを示している。家族で農業を営むと日常生活との境界や各員の役割分担、労働時間、 報酬が曖昧になりやすいという問題がある。このため、農林水産省は、経営方針や、労働条件を明文化した、家族経営協定を決つことを推奨している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。